どうも、エルコンです。本日は、起点の剣、二刀流バトマスの紹介動画です。目玉の CT 短縮効果が、行動時ではなく、攻撃時ということで、残念武器に認定されてしまっている、起点の剣ですが、バトマスで左右に装備すると、攻撃あたりの発動判定が2回に増えるため、かなり頻繁に CT 短縮が発動して、めちゃくちゃ強いです。さらに、顔アクセサリーの死神のピアスと、防具セットのファフニルメールを組み合わせることで、起点の剣のもう一つの効果、ターン消費なしが 15.5% まで積み上がります。また、特技ダメージアップも、プラス30となるので、モーション硬直が短く、多段攻撃が多い片手剣スキルと、死神のピアス、ファフニルメール、起点の剣の組み合わせは、最高の相性を誇っていると言えるでしょう。昨今、顔アクセサリーとしては、バイキルトやピオラがかけられる、魔剣の仮面が重宝されていますが、ファフニルメールには、行動時 5% で、バイシオン&ピオラの効果もあるので、魔剣の仮面の長所を残しつつ、死神のピアスを選択できます。起点の剣、死神のピアス、ファフニルメール。これら3つの装備の組み合わせにより、特技ダメージプラス30、ターン消費なし 15.5%、攻撃時 CT 短縮 10%×2回、行動時バイシオン&ピオラ 5% という、破格の性能を実現することが可能になります。それでは、実際に、死神ファフニル起点バトを試してみましょう。各種追加効果の発動に注目です。開幕は、CT 短縮効果を引くまでは、片手剣スキルで攻めます。武人将軍の指輪と合わせて、行動時バイシオンは 17% あるので、捨て身はしません。早速、バイシアンドピオが、まずは1段階入りました。ターン消費なし連続攻撃からの、CT 短縮が発動。ここからは、闘魂スキル、天下無双の解禁です。バイシ1段階とはいえ、特技ダメージアップのおかげで強いですね。そうこう言ってるうちに、バイシ2段階まで上がりました。もろもろ整ってきたので、この辺りから CT 技を回していきます。まずは、片手剣の要である会心率をアップさせる。不死鳥天武。会心率が上がったら、会心率に加工補正がない。超早草斬りを使います。その流れで、同じく、会心が出やすいスキルである。古今無双につなげていきましょう。どちらも、左手攻撃分を合わせて、5連続攻撃の多段スキルのため、死神のピアスとファフニルメールの、特技ダメージアップの恩恵が大きい CT 技です。この辺りから敵が強くなってくるので、テンションバーンとミラクルブーストを使って、火力アップと HP 回復手段を確保しておきます。ここで、不死鳥天武の会心率アップが切れましたが、チャージタイム短縮の恩恵を受けて、約20秒間のインターバルで、再び不死鳥天武が使えるようになります。会心率が重要な片手剣で、不死鳥のサイクルを早められるというのは、起点の剣の大きなセールスポイントかと思います。ちなみに、先ほどから、天馬闇ラブの効果で、ちょいちょいテンションが上がってますが、明石枠に、無限魔王の勲章のテンションダメージアップをつけておくと、多段攻撃が多い片手剣で、テンションアップの恩恵を底上げできるので、おすすめです。次は、ニビス&ヘルマ夫妻が出てくるので、最大火力を叩きつけて片方を瞬殺し、1対2の不利な状況を打開します。これぞ、バトルをマスターした立ち回り。喰らえ、起点満る義龍、龍追戦。どや、残りのニビスも普通に強いので、高火力をぶつけて、すぐに、妻の後を追わせてあげましょう。ここで、ラスボスのファラオ・カーメンが出てきました。先ほど、ミラクルブーストが切れて、HP 回復手段を失ったので、地味にピンチな局面です。とりあえずすぐに攻撃されずに、悠長に召喚してくれたので、ミラクルブーストの CT が溜まるまで、耐えるしか、ひらりと身をかわしていく。このように、僕クラスのバトルマスターともなると、CT 管理のミスすらも、圧倒的な運命力で、カバーすることが可能なのです。瀕死の状態ですが、ここで、ミラクルブーストのチャージが溜まりました。果たして、間に合うか、ひらりと身をかわしていく。このように、僕クラスのバト。ここは不死鳥でもいいんですが、今の一連の流れを反省して、HP 回復効果がある不死鳥は、取っておくことにしました。ちなみに、HP 回復といえば、ミラクルソードですが、ピラキュークラいなくても余裕だろう。
と完全に舐めていたので非表示のままでした。ここは灼熱闘魂でテンションをぶち上げて飛天御剣流流水戦を見舞ってやりましょう。せっかくだからこれも食らってさらにテンション上げたろう。特に何もなかった致命的なプレイングミスとか偶然助かっただけとかそういうのは一切なかった。なぜなら飛天御剣流の抜刀術は隙を生じぬ二段構えだから。隙なんてなかったんや。ミラクルブーストが切れそうになってるので温存しておいた不死鳥天部を使います。はい、ということでそろそろ終わりにしましょう。飛天御剣流双龍戦、危うくバトマス強いぞ紹介動画で無様な死体を晒すところでしたが、なんとか勝つことができました。ミラクルソードを非表示にするというナメプのせいでチャージタイム短縮がなければ回復できずに死んでいたので、 CT 短縮が発動しまくる起点に投入強いですね。起点の剣死神のピアスファフニルメールの組み合わせは個人的に一押しなので、バトマス愛好家の方々はぜひ試してみてください。それではご視聴ありがとうございました。また見てね。